お誰かと思ったらお前か俺はここで仕事中白木が借金取り立ての依頼を受けたんだが KK は他の仕事で手を離せなくてな俺が来るしかなかったんだよで相手をビビらせるためにこれ着てるってわけだ白衣のアイデアだから俺は関与してないぞ まだ終わってないし本当に殴ったりするわけでもないからなこの店は営業中だから俺がずっとここに座ってたらそのうち相手がうんざりしてくるんじゃないかはあ依頼なら他にもあるのによりによって何でこの借金取り立ての依頼を受けたんだしかも実行するのは俺まっ 失敗なら失敗でいいどうせ白木が失敗した仕事は一つや二つじゃないからなこのまま座ってたら警備員になりそうだお茶とひまわりの種がタダでもらえるのはラッキーだけどななっお前も食えばお前も暇そうだし裏で麻雀でもどうだ心配するなここの社長と仲良くなったから 金は取られないさあ、アルナこれは入れ墨じゃなくただのアームカバーだ何の理由もなく自分の体傷つける奴がどこにいるんだよよくここに来る暇があったなまあ好きにしろそこに座って日光浴しながらビタミン D を補給するのも悪くない またか…戦ったり殺し合ったりするのは疲れるんだよな。